ヨネスケは、日本の落語家、タレント。千葉県市原市出身。本名、小野56。千葉県立市原高等学校卒業。血液型は、大型。落語芸術協会参事。講座名、勝ツラヨネスケ。出林は、球場へ連れてってよ。ヨネスケツイッター。ヨネスケ51、2020年7月7日閲覧。 落語芸術協会新会長に、春風亭翔太副会長は、春風亭柳橋令和では輝り。www.sponichi.co.jp2019 年6月28日閲覧。放題は、私を野球に連れてってとして知られているが、公式プロフィールでは、このように表記されている。 日刊現代2006年3月17日11面記事より、吉川里滝川舞子。あの日、東京から、伝説の寄せが消えた。芸歴50年長の落語家は語る、歴史が絶たれる、寂しさを。ビジネスインサイダー、メジアゲネインク、2021年6月29日、閲覧。実際に入門年は、米助よりも下になるが、米朝門下に、 桂米ラヨネスケという落語家が存在する。2013年3月24日、東西芸人いきなり。二人旅、グーテレビ。2015年6月24日閲覧。演じるにあたり球場名や対戦カードは現在のものに置き換えているが、客入りの表現などは現実と合わない部分がある。ピアムック。 頂点50年史1966から2016131ページ、週刊フラッシュ2017年10月10日号、週刊文春2006年6月1日、P142 から146、阿川沢子のこの人に会いたい例を挙げると6代目、円楽の襲名披露の際には同席した、桂ツ春人、三遊亭子ユーザーを、キムイルヨン。 モロゾフ・スコロビッチと紹介していた。スポーツ放置、ヨネスケ、今年3月に離婚、散下がり班突きつけられた本放送時の放送日時。ただし、それ以前も不定期ゲストとして出演していた。高田が過労による体調不良で倒れ、病院に搬送されて入院。その間の代打として番組のパーソナリティを務めた。日本橋オペラ2021歌劇 サダヤッコ姫プログラムデジタル版、渋沢栄一電気資料この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。カツラヨネスケに関するカテゴリありがとうございます。